はい、対戦よろしくお願いします。さてさてさて、ちょっと外からね、謎の金槌音的な、なんかあの木槌で叩いてるみたいな、よくわかんない音が鳴ってたので、ちょっとやり直しましたが、で今回の相手ラクスさん、今回プテラ出しやすいですね。もう上から殴っていくスタイルでいいんじゃないですかね。今回上から殴っていって、うん、とにかく上から殴っていきましょう今回は。あー、ボス後よりアバゴかな今回。どうだろうこれ。アバゴだな今回は。アバゴか。ちょっと待って、ちょっと待って、ナットレイやばくない？ナットレイやばいですねこのままいったら。ナットレイはまあプテラでどうにか、プテラどうにかしなきゃなんないんだったらプテラ初手はない。じゃあアバゴでいいでしょう。行きましょう、対戦よろしくお願いします。さあ、伝説の一匹テラキオンの動画での初陣、とりあえず岩なだれでひるませてくれれば勝てます。岩統一、ひるむかひるまないか、そして当たるか当たらないか。ハッピーナース、このタイミングは素晴らしい。インファイトもありますから、これはまあギャラは出にくいですね。あー、ちょっと待って、カウンターあるんだよなハッピーナース。カウンターもありますしね。ヨプカウンターっていう戦術ってまだ残ってるんですかね。そこが気になる。電磁波もあるからな。そういう意味では、下手なことしない。まず身代わり貼りましょう。引っ込めて、ギャラかな？ナットレイ。これはでも美味しいですね。ナットレイ、宿り木とか、打てなくなりました。殴ることしかできないナットレイは、潔く、インファイトを受け続けて爆発試算するほかありません。ほうほう、喉が。ちゃるぜー。あちょー、わー、おらら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 、いいお尻、いいケツしてるね。意外とプリティでしょ。さて、防御の得も下がってしまいます。普通の峠も刺さってしまわれますが、もう5つ目も刺さっちゃうということは、もう一匹のやつあいつは間違いなくメガギャラドスか。ちょっと待って、ダメージ計算します。できれば触りたくないんだけどな。でもここまで来たら触ろうが触らないか関係ないかな。関係あるわ。ハイバーボイス覚えてるやつがいたような気がするよ。いません。気のせいでした。エフィーでした。はい。地震打って落とせなくてなんか消えちゃったってなるのはちょっと一番ありえないパターンなので、ここはインファでいいでしょう。インファイツ。おらら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 。しかし、ステルスロックはまずいですね。アバゴーラの頑丈が消えてしまわれました。鉄のトゥーゲー。そして5つ目でピコンピコン。ここででも、ギャラドス出しても威嚇は入りませんから、やりたい放題できますね、まだ。まだこちらのターンは続きます。月光が。素早さは向こうの方が早い。抜群消してくるか、これ。影打ちとかあれば、だ。インファイトでいい気がするけどな。今一つでも地震程度の火力はありますし。向こうは困るな。警戒すべきのような気がするな。雪崩外すのが一番怖いんだが。インファでいいや。影打ちはまあほとんどのポケモン。わあ、そう、うわあ、影打ちはほとんど持ってないんですよね。つうか、もっと見ない技飛んできたわ。あー、よかったー。そうだ。俺なんでインファイトが無効だと思ってたんだろう。なんか知らんけど、今アクロバット打たれて、あー、格闘無効だわとかいうわけわからんことを考えてました。すいません。なんかオーバーリアクションだなと思ったらそういうことです。はい。あまりのショックにタイプ相性をも忘れる男、それが私。テラッキーがやられてしまったか。ちょっと待ってくれ、これ間違いなく岩なだれ持ってるよなこの月光が。マジか、うさんくさくなってきたな。まあ、プテラでしょう。速さ分かってます、速さ分かってます。いでで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 でいでででしかしプレッシャーを放つ。今あなたの前で存在感を放っていくよ。身が進化して、雪崩打つほどでもない氷の牙で確実な撃破を目指す。
頼む、ちょっとさっきのアクロバットで息がやばいんですよ。我が高速アタッカー第2弾プテラ、確実に仕留めよ。さらば月光河さん、最後の一匹なんだろうな。ハッピーナースだったな。忘れてました。これ何してくんだろうね。カウンターくっさいぞ。これひるみ狙っていくスタイル。天の恵みが自分だけの特性と思ったら大間違いですよ。ハピナスさん、人は誰しも運が回ってくる時があるんですよ。回ってこなかったけどさ。ええ雷はまず耐える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 、それは耐えるんだけど、あーあーあー、これは天の恵みですわ。これは来てますね、運が来てますね、ハピナスさんに。これなだれようか。これもツバメ返しで確定。外すから。あ、海卵ですか、これ。全然産んでませんが、これ。その卵使えや。ツバメ返し。これ、痺れるの待ちそうな気配すごいっすね。痺れるの待ってますな、これ多分。じゃあ、凍らせてあげますよ、あなたを。ひたすら卵を、あれそうでもなかった。これまずいよ。これまずいよ。雷はまずいな。受け切られるというか、普通にぶち抜かれそうな感じが。しかし、私のアバゴーラならやってくれると信じていますよ。なんやかんやで活躍しているアバゴーラ。痛い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 。さあ、あなたの超火力見せてやろうぜ、ハピナスに。その笑顔をね、飛ばしてやろう。あーよく似てる。その顔どっかで見た気がする。なんかつい最近見た気がする。ストーンエッジ砕け散れハピナス、よっしゃー、天の恵みですわ。これは恵まれてる。アバゴが恵まれている。素晴らしい。ありがとうございました。危ない。はい、対戦よろしくお願いします。エンテイ初めて見ましたね。エンテイか、これはテラキオン出しやすそうな感じしますね。しかしそれを読んでのゲンガーがありえそうですね。ゲンガー来るかな。これテラキド安定すぎるからゲンガーありえます。プテラでもいいかな。プテラ、ルナトーン、テラキでいきましょう。多分いけるはずですね。うん、これメンバーに資格なし、ツボツボに出番なし、完璧だ。ツボツボ格闘来ないとな。はい、では対戦よろしくお願いします。さてさて、今回はエンテイがいましたけど、喜んだのはいいんですけど、エンテイ出てくるわけないんですよねって思ったら出てくるんですよ。早いからな。ガルーラ、これはこれはまあプテラですね。こっちそこまで悪くはないんですが、猫玉ありますね、これ。猫玉読みで、まあ、早速テラキオンぶん投げても大丈夫でしょう。問題は、相手の他の技構成次第といったところか。まあ、メガガルーラになっても体力じゃない。素早さ、据え置きじゃねえよ。銃上がるんですけど、テラキオンはそれよりも早いので、そこは大丈夫でしょう。問題は、後ろを考えると、まあ後ろ考えてもインファ安定っぽいですね、1回目は。とりあえずインファ打っときましょう。これで自信打たれたら、ここで自信打たれたら、ハゲ上がりますが、どうでしょう。ハゲたくないです。特攻しようか。俺逆さバトルでその方見たことあるんですけど、ちょっとそれ逆さだよ。今逆さじゃないんですが、よいしょ、インファイトで吹っ飛ばして差し上げましょう。何来るかな。ダンサーか。ダンサーはまずいか。そうでもないかな。インファー、5つ目じゃないよな、もしかして。5つ目じゃない。しかし、5つ目だった。見えましたよ、あなたのコンタクト。
まずは電磁波を巻いて、その後に羽休めで、麻痺って動けなくなるまでじっくりねっとりと料理をするつもりでしょう。そうはいきません。身代わり、身代わりを張ってテラキオンで3打突破しましょう。ガルーラやばいんじゃねえのっていう感じしますけど、そこはまあ流れでね、流れでなんとかしよう。グローパンチがなさそうなんでね、不意打ち食らっても多分そこまでの火力は出ないでしょう。さてこの身代わりが刺さってくれると嬉しいんですが、どうでしょう。放電殴ってきてる。まあここはなだれですな。もうなだれ打つしかない。当てろよ。ひるんで動けなくなるから、サンダーさん、この圧倒的存在感を前にひるんで動けないっていう夢を見たんだ。うーん、まあ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 十分でしょう。ではルーナトーン行きましょう。ではルーナトーンはこれムーフォースでいいでしょう。サザンドラが出てきちゃう可能性あるんでね。一応逃げられるかな。ルナトーンを見て相手は何を思うでしょう。特殊型がやっぱりメジャーなのかな。いけ、月に変わってお仕置き一発。まあこんだけで終わらしてたらそうですわなこれ勝てない予感がプンプンと漂ってるぞ。これ来るよな次やつが。ガルちゃん来るよな。冷凍ビームドアンって2回打てば倒せるでしょうしね。あれ、ガルラじゃない。不気味なんですけど、スカーフがバレてないのかもしかして。あ、あれ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 、え、うわースカーフくせえスカーフくせえやつ来た。うわー、しかしね、全身トランセル舐めんなよ。タイでやるよ。おっしゃー、抜いてる。なんか知らんけど抜いてる。おらおら。ってことはさっきのサンダー控えめですね。控えめですね。だから抜かれたかぐらいの感じだったんでしょうね。これはでかいわ。これは一気に勝ちにつながってますよ。ムーンフォースのゴリ押しで。これ特攻下げてくんないかな、ルラトンさん。不意打っていい？ふゆってぃ、持ってってぃ、いてってぃ、死ぬってぃ、ちょっと待って、食らいすぎでしょ。ちょっと待って。まあまあまあ、確かにさ、ルラトンは脆いんですけど、脆いんですけどね。トランセルのように。しかし、まあ、お察しだ、お察しか、これ。にしてもなんか減りがすごかったような気がする。振ってないわけではないのか、もしかして、役割破壊の冷凍ビーム。メインウェポンはあくまで、なるほど、そういうやつか。マジで逆さじゃないですか、それ。ちょっと。こうなったら、メガ進化からの岩なだれでね、ひるませて倒します。これ何回言ったんだろうな、今日。ひるんだところほとんど見てないぞ。不意打ち連打が安定なんだけど、それさすがにわかんないでしょう、さすがに。不意打ち連打やめてね、やめてね。マジ困るから、不意打ち連打マジ困る。でもさすがに不意打ち連打では落ちないと思う。おしゃれして岩なだれ、ひるんで動けなくなーれ、ならない。やめてやめて、だ耐える耐える耐える。プテラですからね、プテラですからね。まだなんかあるかもしんない。いやー、ダメだ、全部攻撃ますな、これは。事故れ、なんか事故って、あれあれあれ、なんでなんで、急所、ひるみ狙った方が良かったのかよ。急所狙っちゃったよ。これは判断ミスなのか。まあどっちにしろひるんだら不意打ちすればいいやって感じだったのかな。そうだよな、そうか、ひるんだら不意打ちだったから、急所にかけた方、急所で一撃で落とせる剣の前じゃない。あ、なんでもないです、ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。さーて、ラティオストップといっても、これ無動だな。これ無動きますわ。無動です。断言します。無動です。根拠はないです。自信もないです。でも、無動です。きっとそうです。きっと無動が来ると思うんだよな。じゃあ、どうしよっかな。アバゴ。
アバゴルナトゥーン、ルナトゥーン、あ、ルナトゥーン、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、ロトムを処理できれば勝てるぞこの勝負は。ちょっと待って、アバゴーラじゃない、テラキオン、ラキオン、ルナトン、そしてボスゴドゥーラ、ボスゴドゥーラ、ちょっと待って、ボスゴドゥーラではまずいかもしれないから、待ってくれ、勝てる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 、うまくやれば勝てる、うまい人なら間違いなく勝つんだ、これは。このメンバーになら、この今のパーティーなら勝てるはずなんだ、多分だけど。そう、唯一の不安要素はトレーナーが私ということだけ。いつぞやのゴーストとかでも言った気がするけど、最大の不安要素がまさにそれ。それさえ突破できれば勝てるはずなんです。初手はエアームとかロトム、エアームとかロトムのはず。エアームとかロトムだったらロトムの方が出しやすいんじゃないかな。ちょっと無道浅めの選出になってしまいましたが、まあ頑丈潰しも兼ねてステルスロック負け抜きそうではありますが、逆に考えると1回分の交換は猶予としてありますので、その間に仕掛けていきたいところでは、対戦よろしくお願いします。ロトム、オッケーオッケー。ロトムに対しては鬼火を打ってくる可能性とそのまま殴ってくる可能性がありまして、さて今回はどっちでしょう。普通に交換してくるっていう可能性が一番あるんじゃない。無道がいたら無道に逃げるもんなこれ。あーでも無道に逃げるとしてインファイト安定か。殴っちまえ、インファイツ、わちゃわちゃ、おーらら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 、プリティー、どこかとは言わないけどプリティー。さて防御の特防下がってしまいますが、ボルトチェンジ、まあ十分です。ロットもこんだけ削ってくれれば後続で処理できる。しかし、しかし思いのほか減ったな。まあまあまあ、テラキオの仕事は十分。ここでガブリアスでゲンガーが抜いてるな。うん、ということは普通に技打って、シャドウボだな、シャドウボ打ってくる。シャドウボ打ってくる、致し方なし。岩のだれメガ進化するか、するか、困ったな。メガ進化したゲンガーの速さは一級品。さてさてさて、これはプテラ出しても同速なんですよね。同速対決挑んで、かつひるみにも勝たなければゲンガー落とすことができない。ここ風もある可能性がありますので、そう考えるとちょっと薄いかな。先にルナトーン出しましょう。出番だ、ルナトーン。さあゲンガー笑ってられるのも今のうちですよ。恐怖しよう、あのクレセリアと同じボディを持つ定型ポケモンルナトーン、沈むことになるでしょう。最後期です、ウィーン、おらららららよっしゃー、素敵素敵、これはでかいですよ。来るとしたらガブリアスか、ロトム来てくれた、ロトムなら倒せるんじゃないか、これ。ロトム倒せる可能性ありますよこれ。うわしゃ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 、一発、なんかルナトーン活躍してる謎の活躍をしているぞ、つぶらな瞳をしているのに。おっと、しかもガブリアス選出読みは完璧だった模様ですね。ぶっ刺さりです。さてさて、無理に交代する必要はないでしょうか。ん、待て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 、これスカーフの可能性がまだ残ってる。例えばスカーフだった場合、ルナトーンは激凛耐えないんですよね多分。プテラなら耐えるけど、そもそもガブリアスのこう、ガブリアスを稀に倒せないことがあったんだよな、それが怖いんだな。いやでも待て待て待て、サイコキネシス打つじゃんなんだ、どうしたどうしたどうした、大丈夫か大丈夫か、やっぱトレーナーがダメですわ、やっぱトレーナーがダメでしたね。これは言ったはずです。サイコキネシス、おーい、いい火力十分です。こんだけ削ってくれれば十分。さあルナとの耐久はどれぐらいなのか、耐久テスト入ります。ダメですねこれ耐久テスト不合格。やはりプテラの方が硬かった。では勝ちをいただきましょう。つーか、これハチマキの可能性残ってるか。ハチマキがあったらやっぱ牙じゃないと危険ですね。いきましょう。強敵だったガブリアス、しかしルナトーン様のご加護によってこの勝負もらいましたよ。いけ、
文句なしの火力、対戦ありがとうございました。その急所さ、別の試合に温存しておいてください。本当、本当。よし。